皆さんこんにちは。企業塾ホリスティックマジックを主催している中島智美です。本日は Zoom の使い方シリーズということで、スマートフォンの画面を表示画面を Zoom 上にテザリング、Zoom 上に表示する、ね、方法を今日はお伝えしたいと思います。で、今日あくまでご紹介するテザリングのやり方は、スマートフォンが iPhone の人、そしてパソコンが Mac、まあ、要は Apple 製品をね、スマートフォンもパソコンも Apple 製品を使っている方のみのやり方になりますので、そこだけご注意ください。では、早速ですが、この iPhone の画面を Zoom にテザリングするとき必要なもの、たった2つになります。一つ目が iPhone、 そして二つ目が充電コード、パソコンにつなぐコードになります。ではどうやるか解説をしていきますと、ちゃっちゃかちゃー、はい、コード普通に iPhone に挿して、でもう片方パソコンにぶっ刺していただきます。よし、はい、そうしたらちょっと画面切り替えますね。はい、ではここからスマートフォンとねパソコン、今コードでつながってる状態なんですけれども、テザリングどうやって始めるかというと、 Zoom の画面上に画面の共有ボタンありますよね。ここを押していただくと、これがあるんですよ。 iPhone スラッシュ iPad かっこケーブル仕様、これを選択してみてください。そうするとじゃじゃん、はい、こんな感じで、今ね、ちょっと今スマートフォンで録画しているので、撮影しているので、すごいなんか変なことが起きていますけれども、要はスマートフォン上で表示されている画面がここに出てくるようになります。はい、ということで、まあ今撮影しているので画面をいじることできないですけれども、例えば自分のインスタグラムの画面を受講生さんと共有したい時とか、他のなんだスマートフォンで開いてるインターネットのページとか Facebook のページとかアプリのページとかを Zoom でねつないでいる受講生さん、生徒さんたちと共有したいときは、このテザリングっていうのをやっていただければ、先生が共有している、先生が iPhone で開いている画面がそのまま出てきますので、ぜひやってみてください。さらに、じゃあ分かりやすい例を紹介すると、例えばじゃあもう一回画面共有からケーブル仕様の iPhone につなげてみましょうか。ここもう一回押すと、はい、今私自分の Instagram のアプリ開いてるんですよ。なので先ほどは録画中の画面しか見れなかったんですけれども、こういう風に Instagram のページを開いて Zoom ね、つないでる生徒さん、受講生さんと一緒にページ見たりとか、まあこうやって、まあ要は iPhone で先生が見ているページをそのまま受講生さんと共有することができるようになりますので、 Instagram 一緒に見たりとか Facebook のアプリ見たりとか、何か写真共有したいものがあればそれをみんなで見たりとかね、することができますので、すごく便利な機能になります。はい、そう、結構コンサルとかセミナービジネスしている方なんかは、こういうねスマートフォンの画面共有機能使えると便利な方も多いのではないでしょうか。はい、いかがでしたか。簡単にね、この iPhone の画面を Zoom でテザリングできるようになりました。これすっごく簡単、本当 iPhone ね、こうやってコードでパソコンと挿すだけなので、ぜひ Apple 製品ユーザー、 iPhone で Mac のパソコン使ってる方はテザリング練習してみて、皆さんのセミナーやレッスンでも活用してみてください。それでは本日の動画が面白い、役に立ったと思っていただけましたら、グッドの評価と私の YouTube もチャンネル登録をお待ちしています。それではいつもご覧いただきありがとうございました。